いやーちょっと俺動画撮ってない時にいろいろやりすぎてさ、もう桐生さんめちゃくちゃ強くなっちゃってんだけど、これ大丈夫かな。やりすぎてないかな。もう攻撃力 A なんだけど、まあでも全然まだまだね、習得するのにコストの重い技とかもいろいろあるんで、999とか使うやつ、うん、まあ決してやりすぎではないとは思ってるんだけど、まあこうやって動画撮ってない時に俺が勝手にやってることってのもいろいろあるわけですよ。で今回はね、前回ひまわりに関するサブストーリーやって、まだ続きがありそうだったんで、とりあえずそれからやっちゃおうかなって思うんですよ。この人園長さんね、ひまわりの。一体どうしたら、どうしたんだ、あれ悩みが尽きないね。あ、キリュウさん、それがひまわりが雨漏りするんですよ。雨漏り、ほう。あの建物も古いままなので、さすがにボロが来ちゃってるみたいで。あー、風間さんが作った頃から一回も建て替えとかしてないんだろうな。あー、このまま放っておけば子供たちが風邪をひいてしまいます。で、お金がないんでしょだろうと思ったわ。それで修理を頼もうと思ったんですが、やっぱりお金を捻出できなくて。出すよ、結構今潤ってるからね、桐生さん、フォーシャインのおかげで。いくら必要なんだ。25万くらいです。あー、安い安い、とても用意できる金額じゃないですよね。もう3万5000円で VIP 席に行こうとしてた頃の桐生さんじゃないからね協力してやりましょうよ。仕方ない、微力だが俺も協力しよう。もうフォーシャイン始めたら一気に富豪になっちゃってさ。本当ですか、世話になった場所だし、何より子供たちが体を壊したら大変だしな。ありがとうございます。うん、今は遥かも暮らしてるしね、ひまわりで。お金は直接持ってきていただいても振り込みでも結構ですので。分かった、ひまわり援助に。うん、前回1だったもんな。払おう払おう、募金したいんだが。はい。で、あれ、25万一気に払えないの？10万、ちょっと刻まないといけないのか。あ、もう今ほら898万も持ってるからいや、前回の動画の後さ、フォーシャインを次のパラダイスリーグでもチャンピオンシップに挑めるぐらいの強さまで鍛えておいたんですよ。で、そのフォーシャインを鍛える過程で、うん、売り上げがたくさん入ってきてしまったので、そうそうお金に困ることなさそうだね、今後。じゃあとりあえず10万を、うん、刻んでいかないといけないのね。10万2回募金して、なんでこんなめんどくさいことさせんの、はい、すっと払えんのに。で、最後に5万で足りたかな、修理費用。キリュウさん、ありがとうございます。これで費用が確保できました。よかったよかった、これでようやく修理ができるな。はい、はい、早速業者さんに修理、依頼して修理してもらいます。うん、で、これは一旦この場を離れると、またなんか、はい、前回みたいに遥かから連絡来たりするのかな。あ、でもなんか吹き出し出たな、また少し離れたら。どうにかしないともう焦ってる早すぎだろどうしたんだ、まだひまわりの雨漏りが治らないのか。いえ、雨漏りは治ったんですが、お金が。何、足んないの、お金。この間雨漏りの修繕を頼んだ業者さんから請求書が来たんですが、見てみたら500万って書いてあって。え、払えるな500万。普通そんなの払えねえよってなるとこなんだけど、払えちゃうな。問い合わせてみたら他にもガタが来てるとこがいっぱいあったんで、その修理費だって言うんです。いや、そういうの勝手にやっちゃいけないからね。間違いなく詐欺ですね。頼んでないところも修理したということが。ええ、床下とかいろいろ、そう、床下とかね、そういうチェックしづらいところをなんかやっときましたって言うらしいですよ、そういう詐欺グループは。 NHK でやってましたでも本当に修理されからなくて、500万払うしかないんでしょうか。いや、まあ、出すことはできるけど、桐生さんが業者に問いただそう。俺の方からその業者に問いただしてみよう。
私もいろいろお話しましたけど、結局取り合ってはくれませんでしたし、桐生さんが問いただしても。だとしたらますます怪しいな。これは詐欺だろうな。え？え？詐欺ですか？やはりその業者と話をしてみるしかなさそうだな。ああ、俺が拳で話してくるからよ。待っててくれ。今度電話があったら俺に連絡するように伝えてほしい。なので支払いは少し待ってくれ。わかりました、お願いします。で、電話を待て。お、なんか歩いてたらそのうち電話。早いな。早い早い、仕事の早い業者だな。詐欺集団だけど。どうも、イミテーションリフォームですが、名前もうちょっと考えろや。イミテーションリフォーム。いや、これ逆に潔いのか。詐欺丸出しじゃん。キリュウさんでよろしいですか？もうちょっと考えた方がいいよ。そうだ、こちらに連絡するよう言われたんですが、修繕費用の500万払っていただけるんですね。頼んでないところを修理したらしいな。こっちは25万という約束で修理を依頼したはずだ。それ以上の金は払えないぞ。ははは、最近多いんですよね、いろいろクレームをつけて支払わない方が。こっちは親切心からして差し上げたことなんですよ。お前らのやってることはただの押し売りだ。ああ、こういう手段でね、高齢者から巻き上げるっていうやつが多いらしいですよ。NHK でやってました。では直接お会いしてご説明させていただきたいので、チャンピオン街までお越しいただけますか？チャンピオン街だな、わかった。何、話せばわかっていただけますよ。まあ用心棒的なやつらがいるんだろうね。さて、待ち合わせ場所に向かうか、一応用心しておくか。こっちは攻撃力 A だぞ。じゃあ行ってくるわ、園長。キリさん、業者さんには連絡しておきましたんで、あとはお願いします。おう、話つけてくれ。邪魔すんじゃねえよ、クソが。たく、時間食っちまった。時間食っちまった。で、ここがチャンピオン街ですけど、なんか多いな、サブストーリーが。進行中のやつは青で表示されるからここだね。まあ、他のサブストーリーも気になるけど、まずは園長の頼みを聞いてやりたいので遠回りしてこう。だから邪魔すんじゃねえ。手間取らせよ。忙しいんだよこっちは。で、あいつだな、さっき電話してきたの。どうも、イミテーションリフォームですが、名前もうちょっと考えろよ。キリュウさんですね。ああ、電話でも話した通り、お金は払ってもらいますよ。これは契約なものですから。あ、てかこいつ一人か。人数ね、揃えて待ってるんだと思ったけど、こっちも電話で話した通りだ。余計な金は払う気はない。それは困りましたね、お支払いしてもらわないと。痛い目に遭いますよ。こっちのセリフだぞ。今度は脅しか。あ、来た。おお、金は払わねえとな。言うこと聞きゃいいんだよ、お前は。ヤクザか。ヤクザなのに桐生さんの顔知らないの？出なきゃひまわりだったか？差し押さえることになるぞ。何度も言ってるが、払うつもりはない。そして差し押さえもさせるつもりはない。そうですか。じゃあ払いたくなるようにするしかねえな。だから邪魔すんじゃねえ。忙しいんだから桐生さん。キリュウさんの顔知らない時点で大したヤクザじゃないよな、この町で。ヤクザやっといて。ひー、もう勘弁してください。おい、さっさと立て、そいつをやっちまえ。ふざけんじゃねえ、なんてやつに金ふっかけやがったんだ。そりゃヤクザもそう言うわな。伝説の男だぞ。あとはてめえが何とかしやがれ。あ、じゃお話ししよっか。確かにサービス料みたいなのが多かったような。サービス料？そもそも頼んでない場所の修理はしてるのか？いや、そのしてません。素直だ。修理をしていないなら請求するのはおかしいんじゃないのか？請求は取り消させていただきます。そうか。あと何かご相談に乗れることがありましたらいつでもどうぞ。あ、うん？何、これ役に立つことあんのか、リフォーム業者の名刺。お前らのとこにリフォーム頼むことはないけどね。次は破格のお値段で引き受けさせていただきます。失礼します。
いや、ただでも頼みたくないけどね。もう一度こうなっちゃったら。で、これは園長のとこに報告しに行けばいいのかな。まあちょっと他のサブストーリーも気になるけど。お、ひまわり復活。はるか、雨漏りが治ったよ。最近じゃおじさんはみんなのヒーローみたい。私もちょっと嬉しいよ。みんなで描いた絵、園長先生から受け取ってね。ええか、園長のところに行ってみよう。それにしてもヒーローとはな。あ、ちょっと嬉しいな。はるかに褒められちゃった。あ、やっべえ、なんか歩いてたら捕まっちった。捕まっちった。タクシーのとこ行こうとしたのに。ふふ、そこのあなた、素敵な思い出を残したくはありませんか。いや、今ちょっと園長のとこ行かなきゃいけねえんだよ。思い出？なんだあんたは。おっと失礼、実は私最近オープンした撮影スタジオの、あ、でもちょっと面白そうだな。撮影スタジオ、撮影スタジオの店員でして。でも写真撮られずサブストーリーは蒼天堀でもやったんだけどな、一回。今は皆さんにうちの店を知っていただくため宣伝してる最中なのですよ。なるほどな。だが俺は写真を撮られるつもりはない。あれも蒼天堀での出来事忘れちゃったのかな、桐生さん。散々撮られてたけど、声をかけるなら別のやつにするんだな。いえ、いやいや、お客さん、うちはそういうお店ではないんですよ。むしろお客さんはほう撮影する側でして。ん？ん？どういうことだ。うちは可愛い女の子を撮影する店なんです。お客さんが撮影し、その写真を思い出として残す。ほら素敵でしょ。ほう、変わった店だな。ちなみに女の子の質は高いですよ。どうですか、この後バシャッと1枚。新しいサービスだな。どうするギリュウさん、女の子とおしゃべりしながら写真撮影、盛り上がればちょっと際どい写真も撮らせてくれますから。それ業態的に大丈夫か。法律にのっとってる。風営法みたいなやつにちょっと際どい、惹かれてんじゃねえよ。興味持つんじゃねえ。おや、興味あるですか。でも決心がつかないご様子。いやではこうしましょう。キルイさん、意外とそういう俗っぽいとこあるからね。初回は宣伝も兼ねて無料にしますから、そうと決まれば早速。おい、おい引っ張るな。あ、これは連れてかれるやつだ。いやいや、引っ張るなって言ったって、キルイさんの腕力なら振りほどくことぐらい容易なはずだからね。無理やり連れてかれてる体で、キリュウさんちょっと興味持ってるから。これもう、おい京子ちゃん準備できた。それじゃあこの人にサービスしてあげて。はい。なんだ、園長先生のとこ戻ろうと思ったのに連れてかれちゃったな。はい店長。ふふ、それではお客さん、楽しんできてくださいね。ああ、え、撮るのか写真。お客さん緊張してるのかな、かわいい。こういう店は初めてでな。ちょっとこっちが恥ずかしくなっちゃうから。そうなんだ、それじゃあ頑張って素敵な写真を撮ってね。うふふ、わかった。お客さんウブなんだね、気に入っちゃった、特別サービスだよ。何？これはなんと、お、際どい写真か。ふふ、どうでした。あ、見せてくんねえのかよ、際どい写真。見せてくんねえのかよ。素敵な思い出を残したでしょ。まあそれなりにな、悪くはなかったな。ふふ、お気に召したご様子ですね。お客さんとは長い付き合いになりそうです。それではまたご来店いただける時を楽しみにしておりますよ。気が向いたらな。え、これ何、別になんかサブストーリー始まったとかでもないよね。ブーンっていうの始まってないもんね。え、本日はいかがいたしましょうか。あ、撮影できんの。ちょっと撮影してみようよ。かしこまりました。これでは、それではごゆっくり。せっかくだからさ、え、ミニゲームだ。言葉選択ってちょっと、何すごい、なんかそのグラビアのエロいカメラマンみたいなさ、あー、そのポーズいいよみたいなことを選択するということ。あー、これなんか実際のグラビアアイドルの方じゃない。青山ひかるさんってなんか名前聞いたことあるような気がする。で、あ、アンロックされてないやつもあるけど、最初は一番左のしかできないのね。私服コースその1。はい、いや、アンロックされていくごとに際どくなってくんだろうな。いきますよ。
よろしく頼む。よろしく頼む。え、ちょっと待って、操作方法。撮影するボタンってのはないのか？シャッター切るボタンっていうのは。キリュウさんがするのはあくまでも言葉を選ぶことだけなのね。何それ。いらっしゃいませ、ヒカルです。あ、どうも、はじめまして、カズマだ。あ、俺の名は、なんだそれ、映画の名前か。俺の名はキリュウ、カズマだ。なんですね、語尾ちょっと力入ってんだよ。パシャ、あ、いいのか。本日は私を選んでくれてありがとうございます。な、いい感じの、頑張りますのでよろしくお願いします。あ、よろしくよろしく。いい感じの声をかけて緊張をほぐすみたいな感じかな。こちらこそよろしく頼む。ちょっと無難すぎかな。お気に行きすぎたか。ちょっと攻めるか。次まだあるよな。お時間が許す限り撮影し放題なんですよ。あら、そうなの。結構お得だと思いません？そうですね、ちょっとそのシャツが邪魔だな。あ、じゃあモデルが、あ、かわいいと緊張するぜ。最高。いいぞじゃねえよ。右上のワイプ面白えな、キリュウさんの。パシャ。それじゃそろそろ撮影始めますか。あれ、まだ始まってないの。ちなみにこれ私の私服なんですよ。あ、そうなんですか。あれ、左上のゲージもうマックスになってるけど。ピチピチの、スカートから目が離せない。いいのかこれ。いいんだ、いいんだ。文脈が合ってればそれでいいんだな。早速、はい、こんな感じでどうですか。こんな感じで、あ、いいね。もうちょっと開けてほしいかな。ヒカルなら、もう名前で呼んじゃおう。あ、ヒカルならもっとやれるはずだ。ナイスだ。これ何見せてんだろう、この動画。キリュウさん、もう、もっと違うのがいいんですか。そうだ、もっと大胆なポーズを頼む。わかった。もしかして変なこと考えてるんでしょう。変なことって何ですか。何のことかな。え、変なことって、一体どんなことだ。ちょっと俺キリュウさんとシンクロしてんの恥ずかしいな。俺同じようなこと言っちゃったじゃん。俺キリュウさんと同じレベルなのか。結構長いな。結構長いな。あ、いいんじゃないかな。あ、いいんじゃないかな。ボタンもう一個開けようか。全部胸のことじゃねえか。え、なんだ、胸から目が離せないな。ちょっとボキャブラリー少ないな。さっきも目が離せないって言っちゃったからね。あ、もう時間。あら、残念だ。次来てくれたらもっと頑張れるかも。それじゃ、またね。ちゃんと感情入ってるそれ。もっと頑張れるかも。終わった。終わりました。こういう感じでした。やべえな、これで動画1パート使うのやばいかもしんない。あー、遊んじゃった。こんなミニゲームあるんだ。じゃあ園長のとこ戻ろうか。あれ、さらに下もある。あ、いや、下が1階なのか。そっか。はい、あ、うん、戻りましょう。ただいま園長。すまんな、遅くなって。ちょっとあってな、いろ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 あってな。業者さんから連絡があって500万円の請求を取り消すって言ってましたよ。お、よかったよかった。そうか。でもどうやって業者さんを納得させたんですか。ん、別に特別なことはしただろ。別に特別なことはしていないね。心よく話し合いに応じてくださいましたよ。そうですか、私では無理だったのに。キリュウさんすごいんですね。とにかくこれで子供たちが寒さに凍えることも風邪をひくこともなくなりそうです。ありがとうございます。今12月だからな、これ作中では寒いよな。そうそう、子供たちからキリュウさんにお礼の絵を預かってきたんですよ。言ってたね、はるかが。子供たちの絵、この絵ね、実はハヤトくん、あ、前回のハヤトくんがみんなに描こうって言い出したらしいんですよ。ハヤト、確かポチタルのおかげでみんなと仲良くなったっていう子だったか。
ええ、ひまわりに来たばかりのことを考えると信じられなくて。これも桐生さんが気にかけてくださってるおかげです。俺は何もしていない。ああ、特別なことは何もしていない。ひまわりのみんなが温かく接しているおかげだろう。そうかもしれませんね。みんなにはお礼を言わなくちゃいけませんね。あ、綺麗な話で終わった。で、まだあるかな。これで終わりか。2で3はないかな。あ、いや、ちょっと離れたらまた吹き出し出たぞ。ミニマップにこれ3あるな。ちょっと待って、子供たちの絵。あ、もうこれもポチ太郎の写真と同じでこの画面で見るだけのアイテムだね。うん。ひまわり。この絵、桐生さんのために描いたの。ひまわりの外観。子供たちの絵とかじゃないんだ。建物の絵。せっかくだからこのまま3行っちゃおうか。桐生さん。ん？ん？私、キリュウさんのこと一生忘れません。まあね、結構お世話になったはずだからな。突然どうしたんだ。あの、前任の園長は田舎で療養してると。あ、もしかして前任の人戻ってきちゃうのか。戻ってきちゃうっていうか、いいことなんだろうけど。お話しましたよね。ああ、園長に何かあったのか。いえ、治療が功を奏して仕事に復帰できるようになったんです。じゃあこの方とはもう会う機会なくなっちゃうのかな。そうか、よかった、末永さん。うん、ええ、とても嬉しいです。でも私の仕事はこれで終わりになるんです。ちょっとね、寂しいね。たった半年だったんですけど、ひまわりの子供たちとさよならするのが辛くて。それで子供たちに何かプレゼントしようと思ってるんです。プレゼント？はい。はい。子供たちに遊具付きの遊び場、結構スケールでけえな。遊具付きの遊び場結構かかるぞ。プレゼントしようと思ってるんです。遊具付きの遊び場。ええ、子供たちには太陽の下で元気いっぱいに遊んでほしいって思ってるんです。元気な子供たちを見るのが嬉しいんです。キウさんのこと財布だと思ってる。ですがなかなか低予算で作ってくれるところが見つからないんです。あ、こないだもらった業者の名刺が役に立ったりしない？無理かな。個人の貯金程度でそれだけの遊び場を作るのは無理だと思うが。身の丈に合わないことなのは分かってます。でも遊び場をプレゼントしたいんです。何百万とかかかる案件なんじゃないの。いや、キリュウさんに協力できることがあればするけども。やれやれ、そこまでの熱意があるんなら止めるのは野暮だな。微力だが俺も協力しよう。いつもの流れ。本当ですか？ああ、低予算でも作ってくれるところがあるか探してみよう。ありがとうございます。私ももう少しいろいろ当たってみます。さて、どうしたものか。あそこに電話してみるか。いやいや、イミテーションリフォームでしょう、それ。名前がうさんくさすぎる。で、あ、早速。電話かけようとしてる。どうも、イミテーションリフォームですが、帰ろ、会社名。キリュウだ。あ、キリュウさん、お世話になっております。すごいビビり倒してる。ひまわりに遊具のある遊び場を作りたいと思ってるんだが、予算の相談をさせてほしい。はい、それでしたら私どもにお任せください。一応ちゃんとリフォーム業者としての仕事はしてるんだな。じゃあだいぶふっかけてはいるけど、先日のお詫びも兼ねまして、できる限りサービスさせていただきます。では詳しいお話を伺いたいので、またチャンピオン街か、チャンピオン街まで来てもらえませんか。わかった、じゃあ行ってみよう。待っとけ園長、期待しとけ。あ、イミテーション、もう許して。お、イミテーション、イミテーションがボコられてる。イミテーションって名前なのか知らんけど、他に呼び名がないから。このくらいで許せるかってんだ。自分がしたこと分かってんだろ。あ、被害者かこれ。これがな、お前がしたことに対する罰なんだよ。あ、でもヤクザだね、名前が。もう詐欺被害者ってわけじゃないのか。う、あ、キリュウさん、助けて。どうしたどうした。何？なんだあんた、取り込み中だ、引っ込んでろ。おいおい、何があったか知らないか、そのくらいにしておかないと死んじまうぞ。あんたの事情は関係ないね。どうしてもこいつを助けたかったら、あんたが代わりにボコられる。
本日2回目。どうした、イミテーション。ありがとうございます。助けていただいて。ずいぶん痛めつけられていたな。もしかして詐欺がバレたことに対する報復か？おっしゃる通りです。あ、そうなんだ。やっぱり、今までしていた詐欺はこのヤクザたちと一緒に行ったことなんです。でも、キリュウさんにバレてしまったこともあって、これからは更生して真面目に仕事したいと言い出したらこんな目に。あ、なるほど。あ、イミテーションは本当に、真面目にやろうとしてるんだね。そっか、頑張れよ。改めてお礼を言わせてください。さんがいなかったらどうなっていたか。まっとにやる気なら会社の名前は変えた方がいいけど。まあ、あんたにはひまわりに遊び場を作ってもらわねえといけないからな。予算に余裕があるわけじゃないんだが。頼めるか、キリュウさんは持ってるでしょ、結構。わかりました。お話しさせていただいた通り、格安でお受けいたします。このお礼も含めて全身全霊で仕事させてもらいます。悪いな。頼んだぞ。いい仕事期待してるぜ。イミテーション。これでもうまた、園長のとこ戻ればいいのかな？あ、でも園長のとこに吹き出し出てないな。歩いてたら電話とか来たわ。あ、ポチ太郎も大はしゃぎ。早いな。え、もうできたの遊び場。早い。ひまわりに遊具付きの遊び場ができたよ。園長先生からのプレゼントなの。すごいでしょ。まあ、すごいでしょっていうか、まあ桐生さんの活躍なんだけど、まあそれはわざわざ言わなくていいのかな。あ、これから毎日晴れだったらいいのにな。よかったな。園長先生もヒーローだよ。ただいま。おかげ子供たちに遊び場をプレゼントすることができました。ありがとうございます。いや、あんたの熱意があったからできたんだ。俺のやったことなんて些細なもんさ。些細か、あれ。キリュウさん、いいことしたな。ついにとうとう今日でお別れなんです。子供たちも一緒に泣いてくれまして。いい先生だったんだな。これからも子供たちに会いに行ってもいいんじゃないか。ええ、そうですね。キリュウさんにもいろいろお世話になりました。キリュウさんには感謝してもしきれませんが、これは私からの気持ちです。手編みのマフラー。え、園長のひまわりのお守り。あと、はるかちゃんがひまわりに来た時に撮った写真もどうぞ。はるかの写真。ワンショット、はるかの。ではこれからもひまわりを見守ってあげてください。ああ、あんたも元気でな。ええ、キリュウさんも。あ、ちょっとこれ寂しい別れだな。いい人だったね。っていうか、前任の園長驚くでしょ。何ヶ月かぶりに仕事に復帰したら遊び場できてるし、犬いるし。ちょっと見せてもらおうか、はるかの写真。はるかのワンショット。あと、なんだっけ、あ、マフラーか。園長先生からもらった手編みのマフラー。あ、別に装備品とかじゃないんだね。貴重品扱いで、ただの記念品だ。よし、じゃあどうしよっかな。これからストーリー進めるのもありだけど、サブストーリーまだあるからな。ちょっと面白いサブストーリーを探してみようかな。さっきのチャンピオン街のとことか行ってみようかな。